プライドと偏見は2005年のラブロマンス映画である。原作はこれまで何度も映像化されている、ジェーン・オースティンの小説、コーマンと偏見。この作品は、コーマンと偏見、ジフと偏見などの日本語訳題で親しまれてきたが、この訳題が付けられたのはこの映画が初である。主演は、キーラ・ラナイト・レイ、マシュー・マクファディン、監督は、ジョー・ライト。 キーラナイトレイはこの映画で第78回アカデミー賞の主演女優賞にノミネートされた。他に美術賞、衣装デザイン賞、作曲賞でも候補になった。18世紀末のイギリスの田舎町。そこに暮らすベネット家の子供は5人姉妹である。女性に相続権がない。この時代、父親が死んだら家も土地も遠縁の男子が次い娘たちは路頭に迷ってしまうと。 母親は、なんとか娘たちを、資産家と結婚させようと躍起になっていた。そんなある日、近所に、独身の大富豪、ビングリーが引っ越してくる。舞踏会の夜、美人の長女ジェーンは、ビングリーからダンスを申し込まれる。しかしビングリーの親友ダーシーは、ベネット家の娘たちに関心を示すどころか見下し、次女エリザベスは、彼の口から侮辱の言葉を聞いてしまう。 彼女は、ダーシーの傲慢な態度に強い反感を抱き、あらぬ誤解から彼への嫌悪感を募らせていく。カッコないは日本語吹き替え。ありがとうございます。